聞こえる母の袋の声、僕に人生を教えてくれた優しいお袋。こら、吉信、おしゃあ土下しよいとか女って、はよう学校に立ちこんか、ごそごそしてばっかしおらでな。村中人からいつもおしゃなんち言われるか分かっちゃうとか、マセヤ旅館のせがれはフォークソング狂いの極つぶしの報道息子ち言われよいとぞ。なしてまあこげえなだりーこがでけたちゃろうかのうや、ほんなこて母ちゃん情けのしてのされんぞ。あいひあいひ父ちゃんが酒を黒うち戻ってこんかったら、おしんようなバカ息子はでけちょらんかったでのうや、ほんなこてまたんかまたんか、よしのぶ、またお客さんの料理を黙って持ってくるが、女ってゾウバラが湧く。家ん家業が旅館じゃもんじゃて、踊れや小学生の時からお客さんに出す料理を盗み食いしてから、中学生になったら酒まじの持ったろうが、まだおしゃわからんとか、母ちゃんがこの旅館のおば経営ついてどうしっこ苦労しよいとか、血と汗と涙じ汚れたおなごの半生がまだわからんとか、こんバカ息子がほんなくてごくつぶしがいたちこんか、時計でんいたちけよしのぶ、おしんような息子がおらんごとなったかち、母ちゃんな土下もねえよ。新規で働えち働えち、今回よしのぶ、働えち働えち働くえち、遊びてえやら休みてえやら、そげなことをおしゃいっぺんでんごもちみろ。そんときゃそんときゃよしのぶ、新腐れおしゃ、そいがそれが人間ぞ、それが男ぞ。おしも故郷を捨てち花見都に行く限りや、輝く日本の星なって戻ってけ、いたちけ時計で。僕に